お、あそこの NPC、クエストマークが出ているな。何かお困りですか？ああ、聞いてくれよ。実は明日、結婚式を挙げるんだ。相手とは古い付き合いで、小さい頃は一緒に花畑で虫を取ったり、洞窟を探索したりして遊んだもんだよ。最初は友達としか見ていなかったけど、少しずつ特別な存在に変わっていったんだ。そう、これ本題に入るまでの前振りが長そうだな。それで、あいつに花飾りをプレゼントしようと思ったんだ。だけど、花畑に獣がうろつくようになって、近づくことができずに困っているんだ。ようやくクエストログが更新されたぞ。内容は最終クエストで、スコレイの花を10個取得か。わかりました。俺が花を取ってきます。本当か？ありがとう、お願いするよ。あちこちに花があるせいで、なかなか見つからない。よう、キーボー。お、アルゴか。奇遇だな。ここで何してるんだ？花でもめでたくなったのか？そういう趣味があったら、もっと別のゲームをやっているよ。今やっているクエストで、ここら辺に生えているはずの花が必要なんだ。最終クエストってわけだな。さすがアルゴ、そのクエストの情報もすでに持ってたか。ちょうどさっきまで俺っちも集めていたんだよ。それじゃあもう集め終わったのか。俺はまだ全然だよ。にゃふふ、情報屋は誰よりも早くクエストをクリアしないと商売にならないからな。相変わらず商売熱心だな、アルゴは。だったら、スコレイの花の採取ポイントの情報を買いたいんだけど。それなら100コルで売るぞ。よし、買った。それじゃあ教えてくれ。ここが一番でかい採取ポイントだぞ。ほう、ここならすぐにクエスト分が集められそうだな。それじゃあな、俺っちはそろそろ行くよ。自分の分の花を届けに行かないとな。ああ、案内ありがとう。ん、これなんだ？どうした、アルゴ？このスコレイの花だけ、花びらが普通の6枚じゃなくて7枚なんだよ。あ、ほんとだ、よく見つけたな。名前は幸運のスコレイの花か。へえ、レアアイテムっぽいな。名前に幸運ってついているから、何かの素材に使えばラックにボーナスがついたりするんじゃないか。まあそんなところかな。いや、でも待ってよ。そういえば、このクエストの依頼主が恋人と珍しい花を一緒に探したって思い出話をしていなかったか？ああ、結婚式までの半生を語っていたやつだ。その思い出話が攻略に関係しているかもしれないぞ。それって、依頼主が恋人と探した珍しい花が幸運のスコレイの花かもしれないってことか？あれだけ長い話を聞かされたんだ。何か仕掛けがあってもおかしくないと思わないか？例えばスコレイの花じゃなくて、幸運のスコレイの花を10個集めて渡したら特別な報酬がもらえるとかな。それが本当なら面白そうだ。ちょっと検証してみるか。これは昔あいつと探した珍しい花じゃないか。ありがとう。これで花飾りを作って渡せば絶対に喜んでもらえるよ。それはよかったな。こっちも探してきた甲斐があるぞ。飾
感謝の印にうちに代々伝わる鎧をもらってくれないか。ありがたく受け取らせてもらうよ。普通のスコレイの花でクリアした俺の報酬とは違うな。アルゴの予想通りじゃないか。たまたまだよ。それよりキーボー、検証を手伝ってくれたのに本当に何もいらないのか。アルゴには SAO や LO で世話になっているし、これくらいお安い御用だよ。その代わりこのオリシンでも頼りにしているからよろしくな。了解だ。期待に応えられるように頑張るよ。